さあ鬼門と言われるチャンピオンにとっての初防衛戦です。そしてこの階級このタイトル今まで防衛を果たしたものはありません。距離を作って、ね、試合をしてください。赤いグローブ中澤氏、青いグローブ全く視線も合わせず自分流にと相田康臣。さあ放送席です。で佐伯玲香さん、中村匠さん、そして石川直樹さんとお送りしてまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村さん、お互いの思想、はい、それもぶつかり合っての一戦ですね。そうですね、もう本当にもう考え方もね、主義主張も全く違うというか、本当にお互い譲らない、うん、はい、そんなあのタイトルマッチだと思いますね。はい、そんな中で中澤がここまで本当にそのタイトル争奪のトーナメントを経てですね、はい、また一つ二つ成長した印象あります。そうですね、ダリフク自分からという意思表示、これまず見せてきたということでしょうかね。まずここまでね、本当中澤選手、いい勝ち方、はい、左速い、ね、続けてきたと思うんですけど、ある意味こう K1 のトップ戦線で戦ってきたこの65のファイターとやるっていうのは、はい、まあ、初めてぐらいだと思うんですよね、うん、そういった意味では相田選手っていうのは本当にこう高い壁、結構いろんな予想でも相田選手が有利だっていう声も多かったですし、はい、そういった意味では中澤選手ってやっぱある種挑むタイトルマッチでもあると思いますね。そうですね、相田の方はその新生 K1 ではゲオフェアテックスと2回ノイリマサーキ、それから山崎秀明、久保優太、木村フィリップ、ミノルとの対戦を経て、さらに世界一を目指しているという立場です。さあ佐伯さん、相田康臣にこれいろいろお話を以前伺ったわけですよね。どんな風にご覧になってるんですか。いやでもやっぱり相田選手は今までのキャリアを見ても本当にうまい強い選手ですし、うん、でも中澤選手も連勝中ですからね。はい、そうですね、本当にどうなるのかっていうのがちょっと緊張感とかも感じてます。そうですか、はい、石川さん、これ得意の膝もありましたね。相田、うん、ありましたね、中田選手左のフック、まあ面白いように当たる感覚がもう手に入ってるんじゃないですかねっていう気がしますね。当たれば持っていけるぐらいの力があるので、はい、相田選手まだクリーンヒットはしてないですけど、ちょっと危ないタイミングとかもありますし、右も強い中田選手は左にものすごい自信がありそうですね。でもその通りで5連勝の内訳は中澤さん KO 勝利ですしね。そうですね、篠原優と小宮幸寛に勝って新王者に輝いています。ローキックももともと中村さん、ローキックも強いんですよね。はい、そうですね、もともとムエタイスタイルでローキックが強かったファイターだったのがこうクラッシュに出るようになってファイトスタイルが徐々にこう変わってきて、で今も神戸翔太選手と、はい、今一緒に練習してて、そこでまたこうヨーロッパ式のテクニックというかそういったものもまあ学んでいるところだと思うんで、まあ、どんどんこう進化し変わりながら進化してますよね中澤選手は。それには前蹴りを返す相田、でも立場というところもそうですね、こういう速い攻防今ありましたが、うーん、中澤チャンピオンになってまた貫禄を増したようです。ここからどんな風に佐伯さんご覧になりますか。いやでもなんか相田選手は前回の試合で倒せる感覚をつかんだと言ってたので、はい、やっぱ倒しにかかってくんじゃないかなっていうのはありますね。4月の松下大輝戦ですよね。そうですね、左運動から入ります、左ミドル。中村さんはこの中盤どう睨んでらっしゃいますか。そうですね、1ラウンドよりもっとやっぱコンタクト増えてくると思いますけどね。はい、どちらが動かすか。そうですね、うん、中澤が前に出ているように見えます。そして左の感触だいぶ強いだろうというのが石川さんのお話でした。中澤サイド、そうですね、やっぱりあそこに結びつけたい。ああ、その左、そうですね、近くでも遠くでも大きくも小さくても当てれば、まあ、おお、近い。いやでも相田選手も左の服カウンターで合わせに来ましたよ。返しましたね。そして1ラウンドの終盤にもあったんで、右ロー、足がちょっと流れた相田。中村さん、前蹴りなども相田うるさく使ってきますね。そうですね、あれで多分下に攻撃散らし意識行かせて右ストレートとか、はい、ああいうのが多分ね相田選手は狙ってる攻撃だと思うんで。いざ今年から新しい練習を相田取り入れたそうですね、はい、おー左、さらにいざ
いや、このジャブが当たり出す相田選手のペースですよ。あの松下戦もそうでしたね、はい、その後は瞬殺見せてくれましたが、チャレンジャーバックスピンキック動じません。チャレンジャーです、青いグローブ。中澤選手は、ね、前篠原選手の時にはあのジャブ食らってもすぐローキックとか蹴り返してジャブ打たせなかったんですよね、はい、そういったところがもしこうジャブが当たりだしたら中澤選手はそういった攻撃も必要かなと思いますね。おお、左ボディから右の膝、そうですね、その反応の速さ、中澤の強さでもありますね、はい、残り1分になろうとしています、中盤第2ラウンド。相田選手は攻撃と同じもしくはそれ以上にディフェンスが上手なので、はい、うん、丁寧に戦ってますよね。本当に難攻不落というイメージありますよね、うん、相田康臣。そしてその人を食ったような言動、ここまででも使い方、おー、右フック、中村さんちょっと体が、うん、そして左フックへ、押しているのは相田ですがパンチ、中澤、中澤の拳が強い、距離を取ってからまた前に出てくる相田、両手を前に出すようにしてボディ打ち、膝、今のボディ攻め良かったですね。どっちも倒せる武器が同じ距離なんでスリリングですね。分かれ道はどこに、膝から、うん、さらにパンチ、膝という相田のバリエーション、打点も低く高く様々に変えてまいります。そうだ、ラウスイラストイン、アンダー65キロタイトルマッチ最終ラウンドです。チャンピオン赤中澤、チャレンジャー青そうだ、そうだの左リードジャブから前蹴り鋭く打ち出してまいります。さあ中村さん、最終ラウンドですね。そうですね、こうお互いやっぱりね、もうさらにね、お互い出てくると思うんで、またまだありそうですよね、両者。でも本当に石川さんが言われたみたいに雑になったらお互い危ないですよね、左フック下からは中澤、確かに。そして相田という男、攻撃の精度の高さ、ディフェンスの強さには定評があります。攻めなきゃいけないけど焦っちゃいけないというか、いやでも相田選手、この中澤選手のパンチのラッシュに膝を合わせてるのがもうすごいありますね。佐藤義郎さんじゃないですけどね、あのパンチに対して膝を合わせるとよっぽど自信がないと、はい、よっぽど練習してないと合わせられないですからね。右ストレート、そうですね、近い距離で相手の得意なパンチが見える、間近で、まあ、だから自分の武器なんですけど、まあ、だから本当このなんですかね、 K-1 ルールとかクラッシュルールの選手ですよね、うん、ボクシングで膝ができるっていうのは、はい、まあ、正人さんのスタイルだと思うんですけど、もっと言えば、そうですね、そのシルバーウルフの正人さんが所属したジムの相田康臣、自らジムを立ち上げて代表の立場でもある中澤、ああ、また佐々木さん、だいぶ激しくなってきましたね。その中で膝、相田が放ちます。相田は多少食らってもここ前に出てくるという戦略か。中村さん、これ中澤のパンチも当たりますよね。そうですね、ですが相田康臣左ミドル、中澤の蹴り、さらに左前蹴り、前蹴りで返す相田、お互いガードでも石川さん何かも押し合うようにしながら、そうですね、本当の意味で一進一退ですね、いやこれちょっとまだ残り1分切りましたが、中村さん全く分かりませんね。そうですね、相田が前には出ます。いやでも中澤選手もしっかりパンチ返してますよ。おう、膝、顎へ届いたか、ピンポイント相田、もう一発右膝、左アッパーから左フックは中澤チャンピオン、右フック、位置は譲りません。チャレンジャー、ロープを背にしても返してパンチに膝、その打数は落ちないチャンピオン。おう、相譲らず、あと15秒、左フック、直線的なパンチ、チャレンジャーが見せればフックで中澤、右フック、さらに左、あの捉えた、コツコツと本当にポイント。いや最後は試合前の決戦もなかったかのように応用を交わした両雄。さあ発表です。
ジャッジ勝本30対29、赤中澤一票はチャンピオン中澤。ジャッジ友武30対30、ドロー。2人目ドロー、運命の3人目です。ジャッジ梅木29対29、ドロー。ドロー引き分け。これによりこの一戦は延長ラウンド第4ラウンドに突入します。どういうお互い戦いのこうチョイスというか、するかがポイントだと思いますけどね。さあエクストララウンドです。チャンピオン赤中澤、パンチ前に前に出るチャレンジャー相田康臣の戦略、拳から膝ということなのか。いやー佐伯さん、もう楽しみなポイントしかありませんね。これそうですね、やっぱり打ち合うんですかね、やはり近い、そしてボディにはボディで、どの距離を選ぶかと思ったけどこの距離なんですね。そうですね、いやもう空手の石川さん、これ組み手見ているかのように近い距離でそうですね、どつき合いですね。もちろん顔面ありますけれども、頭をつけて前に出る相田、その図式は第3ラウンドと変わりません。石川さん、でも実際これ下がりながらの中澤のパンチ威力っていうのはどうなんですか。ちょっと僕の見てる感じでは中澤選手が押してるように見えます、近い距離のパンチは中澤選手の方がうまいというか、当てるうまく当ててますよね。そうですね、中澤選手がちゃんともうしっかり重心下げた状態で打ててるんだけど、相田選手って乗っかってる感じの、ちょっと、打ち合いに付き合わされている状態になっているので、もうちょっと離れてもいいかもしれないですね。やっぱまっすぐ打てる位置の方が強いと思うんですよ、相田選手は。お膝から左、さらに右膝、相田右のストレートから、ここでくぐり抜けてきた修羅場が違うとアピールするのか。相田です、膝がある、さらに左、おまた押していく、中澤の手数も減らないか。ここですね、石川さん、その近いところでのパンチ。そうですね、はい、まあでも膝がうまく入ってるのは相田選手の方じゃないですか。もうどちらのゴールかも分かりません。相田、中澤、いやこれ重点オンステップストッピングも聞こえてきますね、後楽園ホール。左右アッパー、相田のパンチまた近い、コーナーから脱出して突き放して前蹴り、中澤チャンピオン、ダリック、相田の一発、残りはあと45秒。ここで頑張れるかどうかですからね、あと40秒、この40秒で、ね、引いたら一生後悔しますからね、お互いのアイデンティティ闘争でもあります。このベルト、膝で右で相田、中澤も先を見据えている、右ストレート、下がらせて、そうだ、まず譲らない、お右ストレートから膝、いやこれはそうだ、しんどい試合ですけどね。飛び打ち画面右は中澤、ノンストップ、エクストララウンド詰める、そうだ返せ、中澤返した右、終了。集計の結果をお知らせいたします。そうだか、ジャッジ梅木10対9、青そうだ、チャレンジャー1票、画面の男が1票得ています。ジャッジ勝本10対9、赤中澤2人目はチャンピオン、必ず勝敗は決まります。ファストシステム、ジャッジ友武10対9、赤中澤、中澤チャンピオン勝利、過去最強 K1 で実績10分の男。皆さんありがとうございました、最後まで集まっていただいて。ちょっと中途半端な形の判定勝ちになっちゃって、相田選手のファンに対してちょっと申し訳ないというか、ちょっと相田の勝ちだろうみたいな感じで思われちゃうかもしれないですけど、ごめんなさい、すっきりした試合できなくて、
ちょっと勝ち予想がずっと、相田が勝つ相田が勝つってみんなに言われてて、試合勝ったらどうだって俺の方が強いだろうって言ってやろうと思ったんですけど、あんだけ激戦しちゃったんで、次回、K1 で、相田選手と再戦ができたらいいなと思ってます。皆さん、よろしくお願いします。宮田さんよろしくお願いします。